もこんにちは、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、先日のアップデート、1.22 で追加された、ティア6装輪中戦車、スタッフハウンドです。乗り出し初戦で、モジュールが開発途中ですので、現在のスペックをご覧くだせい。ここまでは溜まってたフリー経験値を突っ込みましたが、エンジンと手法は、最終段階ではありません。エンジンはこの画像では開発していますが、試合後に撮影したものでして、この試合では初期エンジンです。手法は6ポンド砲で、同格のクルセイダーのものと同じで連射力と貫通力があるので、初期砲でいけるだろうって踏んでおります。てか砲塔もこれ、クルセイダーのものですよね？クルセイダーにタイヤが生えたなーって感じですよねー。ちなみにティア5には乗っていません。英国装輪中戦車、発情者だぜ。マップはライボーグ、南西スタートです。サラコナーさんが乗っております。お、速い、さすが装輪。速いな、普通に。お、こいつ装輪車なのに、超新規旋回できるのか？フランスの装輪系戦車とは違うのですね。扱いやすいかも。ちなみにこの車両、しばらく乗る予定はなかったんですけどねー。視聴者さんから装輪車両に乗ってる動画が見たいってコメントもらっちゃったから、細々進めるかーって着手した次第です。英国開発3、この装輪ルート以外はフル開発してますしねー。英国極めますか、バレたし。お、さすが装輪。交代速度もバッチリ速いですねー。スポット切ってもっかい入ってみっか。む、誰か来てますねー。このマップも今回のアップデートで、地味に改変されてるんですよねー。東西の端っこなんか特に変わってて、前より攻め入りやすくなった感があるんですよね。けどさっぱり北西側、味方来てくれてないっていうね。小屋引き込み戦仕掛けるほかないか。おっと、味方軽戦車が死んどる。困りましたねー、私クルセイダーみたいに見えて。普通に中戦車なんですからね。下がって引き込み狙撃だな。ちなみに拡張パーツは、レンズ被膜、装填棒、換気装置を積んでみました。実は垂直安定装置を積めるんですよねー。装填棒を下ろしてそっちでもよかったかな。ま、乗ってみて考えようってことで、まだ仮初めのスタッフハウンドでございます。そうそう。実は私、クルセイダーが好きなんですよね。もちろん乗り心地がです。A43 なんかもそうなんですけど、快速でペシペシ撃てる車両が好みでして、この車両もそんな感じなのかなーって思いながら、クルセイダーや A43 に乗っている気持ちで立ち回っています。バレたけどまだ安心な距離なはず。装填が2秒ほどなんですよね。だから無限オートローダーみたいな乗り口で、昔からこういう車両が好きなんですよね。てか偵察しなくても許されるクルセイダーと思ったら、攻撃特化版クルセイダーみたいに乗れるかも。しかも初期エンジンなのに、クルセイダーより加速良さげだし。まあクルセイダーの好きなところって、移動時隠蔽が下がらないから、偵察しながら一方的に敵を超絶連射ではめつぶせるところなんですけどねー。そのあたりスタッフハウンドは中戦車なんで、隠蔽はダメそうですし、視認範囲もかなり控えめですからね。とりあえず敵を直線上に引き込みたい。やっぱこういう戦術がクルセイダーやアーソーラクトリー的ですよねー。M6 が正面についてくれてるから、あれの視界で敵をペシペシできたらいいのだけれど、東側不安だからちょっと指示だし。お、来たか？ダメか。あそこ微妙に地形変わったんだねー。お、こっちには行けそう。ふう、連射できないとこいつの強みってないから、やっぱ敵を逃げられない位置まで引き込みたい。だから民家ぶっ壊しましょ。やあこんにちは。あっと敵が嫌な位置に。こいつ優先。15メータールール使ってペシペシだな。勝てー。まあ連射楽しいけど。やべ。クルセイダー気分で不用意に動いちまったし、あいつと違って移動したら隠蔽下がるんだったわ。勘弁勘弁。ふう、危ねえ。ま、軽戦車借り取れたからよしだ。中戦車だったら迎撃しやすいはず。敵を秒が範囲ギリギリに捉えながら、ペシペシ狙撃したいが。むむむ、なんか思いのほか攻められてません。
全員との間合い気にしながらじゃないと不用意に発砲できないじゃない。いいねいいね、この感じ、この感じ大好き。ダメージ一発一発小さいけど、チクチクチリも積もれば大和なでしこって感じ最高。なんかサラコナーさんめっちゃノリノリで喋るじゃん。いいねいいね、上がる上がる。さて東は突破できたみたいだし、西はこのまま引き込み防衛で良さげだな。正面にいたお仲間 M6 が飛んじゃったから、もしかしたら敵さん、油断してめっちゃ攻めてきてくれたりするかも。いや今みたいに、超新規旋回しながら下がれるの、めっちゃいいわ。タイヤと思えない。てかそもそも交代速度高めなの最高だよね。こういうヒット&アウェイな戦術に使いやすい。初戦からなかなかに好感触ですな。はいでは迎撃態勢ですよと。いらっしゃいましたねー、最高ですな。ほらすぐにダブルブッシュとか15メータールール適用できるのこれ、狙撃手として最高だよね。もう出せてるダメージ量とかどうでもいいのよね。めっちゃ撃てて、めっちゃ貫通できてて、でサラコナーさんアゲアゲな感じ。これだけで楽しい。いいゲームだわー。しかも敵さん、いい感じで釣られてきてくれてるし。言い方悪いけど、何これ、私を気持ちよくさせてくれる戦場なの？けっけっけ。出てこないかなー。あっといいですねー、そういうのいいですよ。あ、数を減らすの優先ですよーと。まるでシューティングゲームだな。気持ちいいしか言えないね。いい戦場だし、いいスペックの車両だわ。最終砲積んでないからなんとも言えないけど、初期砲の6ポンド砲でも十分に活躍できますね。乗り出し楽な部類じゃないかな。あ、でも初期タイヤとかだとトロコイのかなー。どうせなら完全初期状態から乗り出しても面白かったか？あれ？あ、占領勝ちですか。もうちょい食べたかったなー。はいということで今回は、新しく実装された英国装輪中戦車、スタップハウンド君に、割と初期めな状態から乗ってみましたーな動画でございました。クルセイダーとか A43 とか好きな人なら、初期砲でも楽しそうですね。ま、今回は、アップデート新要素を、なるべく早めに取り扱いたくて、さらっとお届けしちゃいました。繁忙期でなくてよかったぜ。いずれはゆっくりゆっくり上のティアを目指していきますし、取れ高あればまた動画にしますので、また今後にご期待くださいまし。で前回次回は重戦車リベンジって言ってたのに、割り込みでスタップハウンド差し込んですみません。次回は重戦車です。ゆっくり実況ではね。最後は妹キノコとの風景画対決でお別れです。A と B、好きな風景画をコメントで教えてくださいな。ではでは。まったねー。キノコたっぷりキノコキノコ。よければ2位の T1 サリズのチャンネル登録と高評価ボタンのポチをお願いします。ちなみに自分もチャンネルを持っているので興味があれば遊びに来てください。以上 T1 スタイルズの妹マッシュルームでした。